皆さん、こんにちは。本日のウェビナーの講師を担当させていただきます、深澤と申します。本日の講義ですけれども、昨年弊社の方では、タンパク質やペプチドをターゲットとしたモノリス型カラムの、新製品、クロモリスワイドポアという、製品が新発売となりました。モノリス型のカラムというのは、一般的なシリカゲル微粒子を充填しているカラムとは違いまして、一体型の多孔質の、サンゴ礁のような形をした構造なんですけれども、そういった単体を使ったカラムになっています。でこちらの特徴とアプリケーションを中心としてご紹介したいと思うんですけれども、普段低分子分析を行っている方が非常に多くいらっしゃるかと思いますので、タンパク質やペプチドといった生体高分子を分析する際の注意点ですね、特に低分子分析とは違う、注意するべき事項といった部分を前半でまとめさせていただきました。例えば分析条件の設定方法ですとか、カラムの選択のポイントといった部分です。で最後に非常に弊社の方で人気がありますバイオシェルというコアシェル型のタンパク質ペプチド分析用のカラムもございますので、こちらも関連製品としまして特徴とアプリケーションをご紹介させていただこうと思っております。それでは一つ目のセクション、生体高分子分析の注意点について始めさせていただきます。まず、生体高分子と一言に言いましても様々あります。で、バイオ医薬品などのニーズも高まってきて、分析対象としては非常に多様化してきている状況ではないでしょうか。で、こちらには分子量と、それぞれの、分析種の非常にざっくりとしたチャートを示しております。で、低分子といえば、一般的に100から1000ぐらい。で次に中分子となりますとペプチドで合成したものですとかタンパク質の分解産物も含まれてきているかと思いますけれども500少しぐらいの部分から1万弱程度の部分がこちらに含まれるかと思います。そして、タンパク質といいましても、モノクローナル抗体ですとか組み換えタンパク質また抗体フラグメント、FC 融合タンパク、ADC 抗体薬物、複合体といった非常に多様なものがターゲットとして入ってくるのではないかと思います。一方で核酸のようなものですと、オリゴヌクレオチドや RNA、DNA といったものを分析するシーンというのも出てきているかと思います。で分析を行う際にペプチドとタンパク質の方法というのは非常に特徴が異なっておりますので分けて議論していく必要があるかと思いますがタンパク質ペプチド分析のワークフローのイメージをこちらにざっくりとまとめさせていただきました。まずサンプルとしましては細胞ですとか組織、血液といったもの由来のものを分析することがあるかと思います。でサンプルの前処理、そして酵素消化、そして HPLC や LCMS による分析というふうにワークフローを表示しておりますけれども、こちらの上半分ですね、この部分がペプチドを対象とした場合のワークフローを示しております。前処理の手法としましては、代表的なものとしては、助タンパクがまず挙げられるかと思います。こちらは生体飼料中の低分子化合物を分析するための前処理としては非常によく行われているかと思いますけれども、酸や有機溶媒などを添加して、タンパク質の工事構造を壊して凝集沈殿させ、それを除外するという手法になります。希釈につきましては、回収率は 100% になりますけれども、強奪タンパク質を基本的には除けませんので、マトリックス効果ですとか、前処理の効果としては少し問題が出てくる可能性もあります。また、ターゲットと強奪タンパク質の分子サイズの違いをして、違いを利用して分ける原外色化ですとか、アフィニティを利用する個層抽出といった手法が様々あるかと思います。一方で、タンパク質そのものを分析する場合ですね、こういったサンプルの中からタンパク質抽出を行います。遠心分離などを行う、細胞であればまずはホモジェナイズして、その後に遠心分離を行い、目的のタンパク質が含まれている核分を回収します。その後に、一般的にはタンパク質そのものを含む定量分析するというシーンでなければ、酵素消化、トリプシンなどでタンパク質を消化しまして、その消化産物のペプチドを分析するというシーンが非常に多いのではないかと思います。用いられる装置としましては、大きく3つに分けることができるかと思います。
まず、中圧クロマトグラフィー、FPLC と言われるもの。そして、非常に一般的な汎用の LC の装置。だいたい肺圧が600バールぐらい。で、用いるカラムの粒子径としましては、3から5ミクロン程度のものが多いかと思います。そして、さらに高体圧のものとして、粒子径が小さくなったもの。といったものが用いられているかと思います。で、クロマトグラフィーの手法でタンパク質、ペプチドなどを、分析する手法さまざまございますけれども、特にタンパク質の生成を行うという場合では、ここに表示しているような複数の分離手法が用いられるケースが非常に多いのではないかと思います。ここに表示している中で、緑色の手法については、ネイティブプロテインの分析ができるもの、基本的にできるものとなります。で、非常に非特異的な給食が、ネイティブプロテインは起こりやすくなりますので、分析が難しいターゲットではあるんですけれども、例えば、添加する解明活性剤の濃度を最適化するなどで、回収率を高められるというケースもあるかと思います。一方で赤で表示した逆走やヒリックといったものにつきましては、基本的に移動層にアセトニトリルを入れますし、タンパク質自体がアンフォールドするということもありますし、先ほど示したような酵素消化したペプチドを分析するというケースが、こちらのケースでは多いのではないかと思います。こちらのスライドでは、生体高分子分析を行う際のポイントを、ざっくりとまとめさせていただきました。まずは、専用カラムの活用ということが挙げられるかと思います。各メーカーからタンパク質やペプチド、オリゴヌクレオチドなど、専用のカラムという形で、様々なカラムが市販されておりますので、そういったものの活用も視野に入れていただくと良いかと思います。特に、分子サイズが大きいターゲットとなってきますと、充填剤のポアサイズ、最高径が非常に重要となってきます。こちらにつきましては、もし最高径が小さなカラムも十分でないものを使いますと、本来であれば固定層と分析種の相互作用を利用して分離を行いたいんですけれども、そこにサイズ排除のような効果が加わってしまいまして、それが二次的な作用として、ピークが広がってしまう可能性があるということが一つ言えます。また、充填剤の表面積についても少し、言えることが、表面積はなるべく小さい方がいいと言いますのも、タンパク質のようなものですと、非常に保持が強くなりすぎてしまうというケースもありますので、ここも効いてくる可能性があります。カラム温度につきましては、タンパク質の場合には高温分析が非常に有効なケースが多いです。後半のアプリケーションデータのご紹介でも示しますが、例えば60度ですとか90度で分析することによってピークが非常にシャープになるというケースが多くございます。また、ペプチドを分析する場合につきましても、アミノ酸配列によっては移動層に非常に溶けにくいものがありまして、そういったときに溶解性を高めるという意味で、移動層にイソプロパノールを添加したりですとか、することがあるかと思います。で、イソプロパノール自体が粘度が高くなりますので、クロマトグラフィーを行う際に粘性を下げるという意味で高温にするというケースも出てくるかと思います。で次に移動層の組成に関しましては、非特異的な吸着を抑えるために、例えば逆走でペプチドを分析するといった場合には、移動層として IPA を使ったりですとか、あるいはイオン交換や GPC といった手法の場合には、界面活性剤を入れるということもあるかと思います。最後ですね、移動層の pH、添加剤の種類については、少し詳しいデータがございますので、次のスライドからご紹介していきたいと思います。まず、移動層の pH を設定するときの考え方なんですけれども、こちらには非常に模式図になるんですけれども、タンパク質やペプチド、表面に COOH や NH2 が表示、出ているという、漫画の図を示しておりまして、pH が低い場合と高い場合で、どのような変化があるかというのをまとめております。で、通常タンパク質やペプチドの分析を行う際には、酸性の条件で行うことが非常に、有効なケースが多くあります。その理由としましては2つありまして、まず1つ目ですね、タンパク質やペプチド鎖中のカルボキシル基の乖離を抑制しまして、COOH の形にします。
こうすることによって逆走カラムへの保持が強くなります。チャージを持っている状態よりも分子型になっている方が逆走への保持が強くなるということです。でもう一つですけれども、こちら充填剤の模式図です。で収縮器は省いてシリカゲル自体の表面という形で示していますけれども、充填剤シリカの残存シラノール基を中和するという目的もあります。でこのような形で逆走への保持を高めるために pH を低くする。で、pH の設定につきましては、分子型と乖離型が混在しているような状態ですと、ブロードピークの原因にもなりますので、こちらも注意が必要となってきます。では、pH を低くするためにどのように対策をするかというところですけれども、添加剤としてトリフルオロ酢酸、TFA を用いるケースが非常に一般的ではないかと思います。TFA の役割としましては、まず一つ目ですね、移動層の pH が非常に下げられる。構造上、フッ素原子が高い電気陰性度を持っていますので、pKa が非常に低く、偽酸や酢酸といった酸よりも pH を下げる効果が非常に強いということが言えます。また、イオンペア試薬としての役割も非常に大きくありまして、アミノ基とイオン対を形成する効果が非常に高い。で、イオンペアができれます、できますので、イオンが打ち消されて逆走固定層への保持が強くなるという、効果がございます。ただ、検出器が質量分析 LC-MS を使用する場合には TFA ですと問題が出てくるということで、こちらにいくつかまとめさせていただいております。まず非常に強いイオンペア試薬になりますので ESI によるイオン化が阻害されてしまう、イオンサプレッションが起こってしまうということ。またネガティブイオンモードでは TFA 自身がイオン化されて他の分子のイオン化が抑制してしまうという問題。そして TFA 自身非常に電離度が高いですので円のように作用してしまうということで、MS に不適切であるということが言えます。またこちらには書いていないんですけれども、TFA の 0.1% ぐらいの濃度の水溶液の表面張力の問題で、ESI 源の効率的な噴霧を妨げてしまうという報告もあるそうです。でこういった問題点がありますけれども、かといって、代わりに偽酸を使うかといいますと、偽酸を使うと TFA と比較するとピークがブロードになったりですとか、ピーク容量が不足するといった現象が観察されることも非常に多くあります。で TFA と偽酸、それではどちらが LC-MS に適している添加剤なのかという、ことにつきまして、こちらの表でご説明をしたいと思います。こちらの表には TFA と偽酸それぞれ 0.1% ボリュームパーボリュームの溶液の特性をまとめております。まず、モル濃度、ミリモーラーはこちらになります。で、pH を調整しない状態ですと、TFA 水溶液は pH2、偽酸については pH2.6。で、それぞれのイオン化率なんですけれども、TFA は非常に高く、98% が pH2 の状態でイオン化した状態で存在します。これがイオンペア試薬としての非常に強い効果を生み出しているということができます。一方で偽酸につきましては、pH を調整しない状態ですと 7% 程度しかイオン化していません。で、これによって、偽酸のイオンペア試薬としての効果が非常に弱いということが言えます。ただ一方で pH を調整して、pH3.5 の状態にしますとイオン化率が非常に改善してイオンペア試薬としての効果が高くなるという、データがあります。では、ですので一つの、使い方としましては偽酸を pH3.5 程度に調整してイオンペア試薬として使うということも挙げられるかと思います。でそちらについて少し詳しく、評価したデータがございますので次のスライドでご説明したいと思います。でこちら分析条件を示しておりますけれども、移動層の添加剤として 0.1% の偽酸または 0.1% の偽酸を pH3.5 に調整したもので、それの比較対象としまして TFA を添加剤として用いた移動層を使ってこれらのペプチドを分析した事例を次のスライドでお示ししたいと思います。でこちらに4つのクロマトグラムを示しています。で添加剤の種類が感度に与える影響で LC-MS 分析という形になります。で、まず 0.1% の偽酸を pH 調整せずに使った場合と pH を少し、弱酸性に寄せて、使用した場合で比べますとこれだけ感度に差が見られています。で、これらに対しまして TFA を添加剤として使った時のクロマトグラムを見ていただきますと 0.01% TFA
と 0.1% TFA、どちらで使用した場合と比較しましても、持参を使った時の方が非常にドラスティックに感度が改善したというデータがございます。こういったデータがございますので、もし LCM、MS を使用する際には、添加剤としては持参を使用していただいて、さらに pH をやや高く調整していただく、pH 3.5 程度に、例えば水酸化アンモニウムといったもので、調整していただくということが一つのポイントとしてご提案できるのではないかと思い、今回ご紹介させていただきました。それでは少し話が変わりまして、カラム選択の考え方についてをお話ししていきたいと思います。2つのアプローチがあるかと思います。一般的に例えばサンプル分析種が何なのか、どういった特性があるかですね、例えば化学構造ですとか、ログ pH、pKH やマトリックス成分、こういったものから一体どのような収縮期のカラムが適しているのか、カラムの分離モードを選択することができると言えるかと思います。一方で分離の、分析の目指すゴールが何なのか、分離度ですとかスピード、コスト、カラム寿命、そして、分集が必要なのか、感度はどの程度なのか、こういったところからカラムの物理的特徴と書いていますけれども、サイズの部分ですね、粒子径ですとかカラムの内径長さ、そういった部分を決めていくことができるかと思います。ここで今回、非常に分子量が大きいものがターゲットとして出てきますので、注目したいのが分子量の部分です。で、これに対して適切なポアサイズを選んでいただくのが非常に重要ですよというお話を冒頭でさせていただきました。で、サイズ排除の影響を少なく、なるべく小さくするためということが一つ言えるかと思います。一方で固定層の種類についてです。でこちらの左側の表には、弊社で販売しております代表的な分析、カラムの収縮器の種類をまとめております。で表の上の方に行くほど疎水性が高いもので、下の方が浸水性が高い収縮器のものというふうに、掲載させていただいております。で一般的にやはり C18 ODS カラムがファーストチョイスとして出てくるかと思うんですけれども、タンパク質の分析になりますと、実は C18 よりも C8 や C4 といった少し歩ける差が短い収縮器の方が適しているケースも出てくるかと思います。こちらにつきましては、タンパク質非常に分子量が大きくなりますので、C18 ですと疎水性の相互作用が強すぎる、保持が強くなりすぎてしまうということが一つ理由として挙げられるのではないかと思います。また、弊社の一つ製品で C5 という非常にユニークな製品もあるんですけれども、こちらについても、当時ですね、開発した当時 C4 よりも C5 の方がアルキル差の、状態が非常にステーブルだということで開発された製品となります。で、こういった形で各メーカーから非常に工夫を凝らした収縮器のもの、カラムが市販されておりますので、その中から適切なものをお選びいただくというのも一つのポイントとなってくるかと思います。次に、充填剤の機材の違いを認識しましょうというお話になります。これは、一般的にはシリカゲルのものが多いかと思うんですが、ポリマーベースのものもありますよねというお話で、それぞれ機械的強度が強いか弱いか、また化学的な安定性、アルカリ性でも使えるかどうかという部分が弱いか強いか。で一方で、シリカベースのカラムと比べますと、またポリマー系のカラムというのは機械的な強度が弱くなりますので、その分充填する際のパッキングの密度というのが あまり思い切りできないというところで、分離度が少し、劣る部分が出てきます。また生体資料については非特異的な吸着が起こりやすいか起こりにくいかという部分も選択のポイントになってくるのではないかと思います。最後ですね、各タイプのカラム充填機材の特徴と使い分けということで、一つ表をお示ししております。各タイプと申しますのは、非常に一般的な全多孔性の微粒子。これ以外に、選択肢としましては、本日、メインでご紹介しますモノリス型のカラム。そして、表面多孔質、コアシェルと呼ばれる、フィールドコアカラム。こういったものをうまく使いこなしてはどうかというご提案になります。モノリス型カラムにつきましては、次のスライドから詳しくご説明していくんですけれども、こちらに示しているように非常に、大きなポアがたくさん空いている、区切り率の高いカラムになり、排圧が非常に低いという特徴があります。
その分、カラムの目詰まりが起こりにくくなりますので、カラム寿命が非常に長いというのが特徴で、サンプルの前処理につきましても、他のタイプのものと比べると、前処理の簡易化ができるといった特徴もございます。で、流速を上げられるかどうかといった部分で、分析時間が短縮できるかどうかという部分もございますので、こういったものを使い分けていくというのも一つのご提案になるかと思います。それでは次のパートに入りまして、モノリス型カラム、クロモリスワイドポアの特徴とアプリケーションのご紹介に入らせていただきたいと思います。まずですね、モノリス型のカラム、クロモリスカラムというものに、あまり聞き慣れない方も多くいらっしゃるかと思いますので、モノリス型カラムの基本的な特徴についてご紹介していきたいと思います。一般的なカラムの充填剤といいますのは、シリカゲルの微粒子が充填されておりまして、球状のもの、古いものでは端材状のものなどもあったかと思います。で、この中に細かい細工、ポアがたくさん入っているというものになります。一方で、モノリス型のカラムといいますのは、目視で見ますと、こちらの写真のような白いチョークのような一本のカラムの棒、シリカゲルの棒になっています。で、これを顕微鏡で見ていただきますと、こちらに示しているような、非常に穴がたくさん開いている構造をしておりまして、で、このポアサイズが2つのレベル感がある。という形になります。まず、この写真で目で大きく見ていただける、この黒い部分がマクロポアと呼ばれる、ポアになりまして、サイズ感としましては、1ミマイクロメートルから2マイクロメートル、粒子型カラムの、粒子径が3から5ミクロンが一般的であるということを想像していただくと、非常に大きな穴がたくさんボコボコ開いている機材なんだなということがイメージしていただけるかと思います。さらに、この白いシリカの骨格の部分を拡大してみていただくと、この骨格の中に、微粒子充填型でいう最高に該当するメソポアという小さな穴も開いています。こちらのサイズ感としては、13から30ナノメートルという形になります。で、モノリス型カラムの製法、非常にユニークなんですけれども、最初にスターティングミクスチャーで、シリカゲルを合成する ところから始まります。で、このような白い塊ができましたら、乾燥させて、その時に、マクロポアができて、で、後からメゾポアを作成し、C18 などの表面修飾を行い、で、最後にポリマーで外装をコートするという工程で、カラムが出来上がってきてまいります。それでは、この非常に空隙率、隙間が非常に大きいモノリス型カラム、一体どのような特徴があるのかをデータを見ながらご紹介していきたいと思います。まず、シリカの体積に対して空隙、隙間が非常に大きくなりますので、排圧が低いというのが一番大きな特徴となります。こちらには流速に対してカラムの排圧を縦軸にプロットしたデータを示しておりますけれども、微粒子充填型のカラムと比べますと5分の1、場合によっては10分の1と非常に低い排圧で使うことができるというのが特徴です。排圧が低くなりますので、流速を上げて使うというのも一つのメリットになります。で、流速を上げるとそうすると分離性能が低くなってしまうのではないかということも懸念点として挙げられるかと思うんですけれども、モノリス型のカラムというのは比較的流速がカラム効率に影響しないということが言われております。で、こちら横軸に同じく流速を取りまして、縦軸に理論断行をプロットしておりますけれども、非常に低いところで推移しているということが言えます。これらの特徴を合わせまして、流速を上げて分析の高速化を行うことができるというデータをご紹介します。まず、最初の条件ですと、1ミリリットルパーフンで、5つの成分を分析し、分析時間が約10分かかっていたというデータがあります。これに対して、流速を9倍、9ミリリットルパーフンに上げることで、分析時間を1分に短縮することができました。このクロマトグラムを拡大してみますと、5つの成分、非常にきれいに分離ができておりまして、初期のこのクロマトグラムと比較しても遜色を取らないという形で、分析時間の劇的な短縮ができたということがあります。また、目詰まりが起こりにくく、カラム寿命も非常に長くなりますので、コストダウンができるというのも一つのメリットとなります。
こちらには、サンプルとして日焼け止めクリーム中のパラベン類を分析したデータを示しているんですけれども、カラム1本あたりにいくつの検体を分析することができたか、カラムジムの間でという形で縦棒グラフで示しています。でモノリル型のカラムについては、検体数が5252サンプル。一方で、3ミクロンの微粒子充填型のカラムについては、1263サンプルだったということで、カラム自体にかかるコストをそのままカットすることができて、分析にかかるコストを 35% セーブすることができたという、お客様のデータもございましたので、ご紹介させていただきました。そこで、今回新発売となりましたワイドポアのタイプですね、タンパク質ペプチド分析用のクロモリスワイドポア300をご紹介していきたいと思います。こちらの製品につきましては、タンパク質という非常に分子量が大きいものをターゲットとしておりますので、メソポアのサイズ、従来の13、15ナノメートルのものから30ナノメートル、300オングストロムというふうに大きくした、大きい設計にしたというのが非常に大きな特徴となります。そして、就職期のラインナップとしましては、こちらに示している5種類をご用意しています。C18、C8、C4、そして、プロテイン A を就職したもの、また、エポキシを就職して、カスタムカラムがご自身で作成することができるという非常にユニークなものもご用意しております。クロモリスカラム自体ですね、カラムの入り口部分にフリットを持たない設計になっておりますので、カラム寿命が非常に長く、高速分離が可能であるということで、メリットがあるということになります。では、この後のスライドで高速分析や時間短縮、そしてカラム寿命を評価した事例がございますので、ご紹介をしていきたいと思います。まず、非常に一般的な分析事例になりますけれども、こちらでは5種類のペプチドの分析を C18 就職したクロモリスワイドポアカラムで行った事例を示しています。でサンプルが2マーから8マーの低分子のペプチドになりますので、 C18 カラムで対応ができているという形になります。で検出は UV 検出器で、移動層には A 液 B 液ともに最初にご紹介した TFA を添加しまして、グラジエント分析を行っています。ペプチド5種類を14分以内で分離することができておりまして、非常にシンメトリーな綺麗なクロマトグラムを得ることができております。さらに先ほどのクロマトグラムを拘束したのがこちらのデータになります。で流速1ミリリットルパーフンだったものを2、4ミリリットルパーフンというふうに上げていきまして、それに合わせてグラジエント勾配も縮めると言いますか、短くしていく、短時間で収まるようにメソッドを変更していきました。で非常に排圧が低いカラムですので、4ミリリットルパーフンという、速い流速でも通常の使用範囲内の排圧で、問題なく分析をすることができます。で14分かかっていた分析時間が4分弱へ、短縮することができました。次にお見せするのが代表的なタンパク質4種類の分析事例になります。で、大体分子量が8000から1万7000程度のものになるかと思いますけれども、こちらに対しましては C18 ではなく C8 のカラムを用いました。で、移動層にはやはり TFA を添加しています。で、60度にすることによって非常にシャープな分離を行うことができています。で前のスライドと同じ4種類のタンパク質の分析で、60度で使用した時の耐久性を評価したデータがこちらになります。で60度という温度はタンパク質分析で良好なピーク形状が得られる一つの目安となる温度かと思うんですけれども、その時のカラムの耐久性はどうでしょうかというお話になります。まず、こちら初回のクロマトグラムですけれども、非常に綺麗なピーク形状が得られており、これを60度で、カラムボリュームで言いますと、1万5000倍、425時間、総液を続けまして、それで、同じ分析を行ったのが上のクロマトグラムです。初回と変わらない非常に美しい、データを得ることができました。で保持時間を、プロットしますと、こちらについても4種類のタンパク質について、初回と、後半の方で全く変化がないという形で、耐久性が高いということが示されました。また、こちら次のアプリケーションですけれども、分子量が非常に大きい、抗体医薬品、こちらではセツキシマブという、抗体医薬品を分析しておりますけれども、こういったものに対しては、さらに歩ける差が短い C4 のカラムを使って分析を行っています。こちらも非常に短い時間で、
分析が終了しているという形になります。で、短時間で分析ができるということはお客様にとってとにかくいろいろとメリットになるかと思いますので、こういったものをぜひお試しいただければというふうに思います。以上が逆走系のカラムのアプリケーションのご紹介でした。で、次に、もう一つのラインナップになりますプロテイン A、を収束したカラムをご紹介していきたいと思います。で、こちらは抗体の分析を目的としたもので、リガンドとしてリコンビナントのプロテイン A を収束しているものになります。で、プロテイン A につきましてはウサギ由来のポリクローナル抗体に有効なリガンドとして非常に一般的なタンパク質になりまして、で、IgG 以外のすべての IgG を認識することができますので、こちらのカラムを使ってそれらの分離ができるという、形になります。で、プロテイン A につきましては、これが就職されたレジンなども市販されていると思いますし、弊社でも販売しているんですけれども、それだとリガンドは全く同じで、こちらについてはモノリス型のシリカのカラムにそれを就職したというのが特徴になります。で、抗原抗体反応、非常に特異性が高い分子間相互作用ですので、クロマトグラフィーの分離としましても選択性が非常に優れているものになります。で、こちらプロテイン A が就職されていますので、使用可能な温度範囲というのが少し狭くなりまして45度まで、で、さらに保管温度については2度から8度というふうに、設定をさせていただいております。それではこちらのカラムの特性を評価したデータがいくつかございますので、ご紹介していきたいと思います。まずモノクローナル抗体の分離例になります。で、こちら抗原抗体反応は pH に依存しますので、グラジエントのメソッドとしまして、pH シフトグラジエントを行っております。で、最初ですね、A バッファー A 液が推計 pH 7.4、 そして B 液が pH 2.5 の2つを用意しておりまして、最初は中性の条件で流しまして、中性なのでプロテイン A と抗体分析種のインタラクションは生きております。ですので抗体自体は保持されていて、先に不純物が溶出してくる。で、次に 100%B に、変更しまして酸性条件にします。そうしますと IgG とプロテイン A の相互作用が弱くなりますので、IgG がここですね、1分20秒ほどで溶出してきているというのがこちらのデータになります。で、こちらも流速 2ml/分の分析で 1.5 分以内に IgG と不純物を分離することができております。で、モノリスシリカの高い追液性により流速を上げて、こちらも分析時間が短縮できたという一つの例になります。で、1ml から2、3、4、5というふうに段階的に流速を上げていったデータになります。で、IgG という非常に分子量が大きな分析種に対しましても、モノリスシリカの、追跡性が高くなっておりますので、流速を上げてもプロテイン A と IgG のインタラクションを影響を受けずに、問題なく分離ができているということができるかと思います。で、さらにそれぞれの流速の分析で、ピーク面積、そしてアンバウンドエリアを示したのがこちらの表になるんですけれども、全く変化がありません。ですので、まとめますと、非常に優れたピーク対称性で分析することができ、で、5ml/分にすることで高速分析を実現することができました。さらに回収率としても非常に良好な結果が得られております。またモノリス型カラムのもう一つの特徴ですね、優れた耐久性ということで、こちらには推計移動層で1万回の pH シフトを繰り返して分析を繰り返しまして、耐久性を評価した結果を示しています。初回から5000回目までクロマトグラムを重ねて表示しているんですけれども、こちらに RSD 値を示しています。10回分析ごとに性能評価を行った結果、溶出時間、そしてピーク面積ともに非常に良好な結果を得ることができました。また、再現性についても50回の分析結果をご覧いただくと、非常に良い結果を得ることができております。次に、スケールアップした場合の顕量性をご覧いただきたいと思います。先ほどのスライドと同じ条件で、サンプルの注入量を振りまして、0.125 から 10mg パーミリリットルです。で、その時のピーク面積から得られる直線性をこちらに示しております。
で、このレンジの中で非常に良好な直線性が得られまして、サンプルのローダビリティも高いということがお示しできたのではないかというふうに思います。最後にドット間の評価の結果をご紹介いたします。シリカモノリスの製造バッチが異なる、ロット間の差をこちらに表示しておりますが、非常に、良好な結果を得ることができました。次にこちらは少しユニークな製品になるんですけれども、リガンドの固定化カラムの作成をしていただくことができる、エポキシという、エポキシ修飾がされているカラムになります。でエポキシドの反応メカニズム、こちらに示しているんですけれども、開花プロセスを介しまして、嗅覚攻撃を非常に受けやすくなっていまして、隣接する炭素原子でヒドロキシル基が形成され、このように共有結合で、リガンドの固定化ができるというものになります。でこちらについては反応の pH によって、カルブキシル基やチオル、アミンといったヒドロキシル基といったものと反応しますので、そういったものを持っている抗体や酵素、タンパク質といったものを固定化することができるという非常にユニークな製品になります。で、このカップリングの種率につきましては、反応溶液の N 濃度ですとか pH、濃度といったパラメーターがいろいろと影響するんですけれども、詳細につきましては、弊社のウェブから入手いただける製品カタログにも掲載しておりますので、そちらもご参考いただければと思います。こちらには固定化反応の手順を、示しております。で最初にカラムの平行化を行っていただきまして、でお好きなリガンドを調整したリガンド溶液を、この形ですね、インジェクトとアウトレットチューブを、リガンド溶液に入れることによってぐるぐる循環させることで、固定化反応を行う。で固定化を行った後に反応せずに残留しているエポキシド基が存在しますので、それをグリシンを流して、クエンチングするという工程になります。でこちらには実際ですね、プロテイン G をイモビライズ固定化したカラムの、結果から得られたクロマトグラムを示しております。でこちらも非常に短時間で、IgG を分析することができるということになっております。それでは残りの時間を使いまして、関連製品としまして、表面多孔性カラム、一般的にコアシェルと呼ばれているかと思うんですけれども、フューズドコアカラム、バイオシェルの特徴とアプリケーションをご紹介していきたいと思います。まず、フューズドコアカラムの特徴についてこちらのスライドで簡単にご説明したいと思います。でフューズドコアカラムといいますのは、一般的な微粒子充填型カラム全多孔性のものというのは、充填剤の中がすべて、多孔質の素材になっているかと思うんですが、こちらについては非多孔質のシリカゲルの塊、核が中心にございまして、表面だけが多孔質の、構造をしているという形になります。でこのような形になっていますので、この微粒子内での、拡散経路のばらつきが短くなるということで、非常にシャープなピークが得られるというのが、フューズドコアカラムの一番大きな特徴です。でこちらに、充填剤のセム画像を示しているんですけれども、このように表面だけが多孔質の形になっています。でもう一つですね、充填剤そのものの粒子系が非常に粒が揃っているというのも大きな特徴になります。でこれがもしバラバラですと、粒子の外のでの、拡散、渦巻き拡散さんですとか、多経路拡散というふうに言うんですけれども、こういったものでピークが広がってしまう可能性がある。一方で、粒度分布が非常に揃っていますので、そういったものが抑えられて、非常にピークなシャープが得られるというのが、フューズドコアカラムの特徴となります。でこちらのカラムで、タンパク質やペプチド、グリカムといったものをターゲットとしたバイオシェルカラムのラインナップをこちらに示しています。で先ほどご紹介したモノリス型のカラムと比べますと、バリエーションが非常に多くございまして、まずは分析種の分子量サイズに、分子量に合わせたポアサイズのラインナップをご用意しております。一番大きなもので、タンパク質 IgG をターゲットとした1000オングストロームというもの。そして、タンパク質をターゲットとした400オングストローム。ペプチド用の160オングストローム。そして、グリカン用の90オングストロームというラインナップになっています。さらに、それぞれのサイズ感に対して、ターゲット分析種の科学的な特性に合わせた収束器のラインナップもいくつかご用意しております。こちらに示しているような C18、C4、そして C18 と CN、
そして、ヒリックのような収縮器のものをご用意しています。これら90度での高温分析が可能というのも大きな特徴となります。それではお時間の都合もございますので、バイオシェル、カラムの代表的なアプリケーションとしまして、一つですね、ポアサイズが400オムストロームで、収縮器が C4 のタイプのアプリケーション例をこちらにお示ししております。で、こちらにカラムサイズと、移動層の組成などを示しておりますが、ここで一つのポイント、90度で分析していることによって非常にピークがシャープになっているということですね。あとは、フューズドコアカラムですので、実は充填剤の中心に非多孔性のポアが存在することによって、流路が短くなり、全多孔性のカラムと比べると非常に分析時間も短くできる、保持が弱いというのも一つの特徴となります。でそういったところで、こちらのアプリケーションでも非常に短い分析時間で、分析が終了しているという形になります。で90度での再現性がどうかというのがこちらのデータになるんですけれども、横軸がカラムボリューム3万倍まで流したときで、縦軸がリテンションタイム、それぞれのタンパク質の保持時間をプロットしております。ですので、非常に長時間流しても、保持時間の変化がなく、耐久性も高いカラムであるということを、が言えるかと思います。それでは、こちらのクロマトグラムで、では実際に充填剤のポアサイズが、分離にどのような影響を与えるのかといった部分を見ていきたいと思います。こちらのデータでは、分析種としてモノクローナル抗体を分析しています。で、3タイプのカラムで分析をしております。で、まず最初に全多孔性のポアサイズ300オングストロームのカラム。そして、ポアサイズ400の C4 ですね。すべて収縮器は C4 になるんですけれども、ポアサイズ400オングストロームのコアシェルのカラム。そして、ポアサイズが1000オングストロームのコアシェルのカラムという3パターンで比較を行いました。こちらに示しているすべて同じ条件で分析を行っているんですけれども、クロマトグラムを比較していただきますと、この一番上、緑色のクロマトグラムですね、ポアサイズが大きいコアシェルを使ったケースで、一番ピークがシャープに出ているというふうにご覧いただけるのではないでしょうか。でさらに、メインピークの周辺に出ている、こういった小さなピークの分離度というのも、他のカラムと比べると、下から上に行くに従って、分離度が優れているというのがご覧いただけるかと思います。この理由としては、2つ挙げることができます。まず1つ目ですね、1000オングストロームという非常に大きなポア、300と比べれば400、400と比べれば1000オングストロームで。大きなポアのカラムを使うことによって、その二次的なサイズ排除の効果、バンドの広がりですとか、低い理論弾の原因となってしまうものを抑えることができたためというのが1つ考えられます。また2つ目の理由としましては、フューズドコアカラムは非多孔質のコアがございますので、ビリー市内での最初にご説明したビリー市内での拡散経路が短くなるため、全多孔性のカラムと比較すると高い理論弾を得ることができたということができるかと思います。ですので、モノクローナル抗体のような非常に分子量が大きな分析種に対しましては、ポアサイズが大きなカラムを選択することが有効だということができるのではないでしょうか。また、5種類の抗体ですね、のピーク幅、半値幅を比較したグラフが左になります。ピーク幅。やはり、ワイドポアのもので、コアシェルを使った場合が、一番ピーク幅が狭く、分離が良かったということが示されております。一方で、では、流速を上げた時の影響はどうなのでしょうかというのが、右側のチャートでお示しできるかと思います。こちらのプロットなんですけれども、横軸に流速を、そして、縦軸にピークボリューム。ピークボリュームといいますのは、ピーク半値幅を、流速で割った値になりますので、流速が上がるにつれて、もしピーク幅が広がっていってしまいますと、このプロットはどんどん上に行く。クロマトグラムとしては悪くなっていってしまうという、データになります。で理論的にはやはり流速の増加に伴ってピークの幅というのは広がっていきますので、この緑のプロットの全多孔性カラムの結果のように、こういった結果になるかと思うんですけれども、フューズドコアカラムにつきましては、割と低い、ところで、推移している。
で多少、まあ、こちらのバイオシェル1000につきましては上がっているというのもあるんですけれども、あまり流速の影響を受けずに、高い分離性能を維持した形でご利用いただけるというのがフィールドコアカラムの特徴になるかと思います。ですので、高速の分析がしたいというシーンではモノリス型のカラムとだけでなくこちらのフィールドコアカラムについてもご利用いただけるということが言えるかと思います。で、それでは以上カラムの、まあ、2つのタイプをご紹介させていただいたんですけれども、まとめさせていただきますと、まずは高分子の分析をする場合には適したポアサイズのカラムをご使用いただければということです。で、耐久性の高いカラムをお探しということがございましたら、断然モノリス型のカラム、目詰まりが起こりにくい非常に空気率が高いカラムになりますので、こちらを手に取っていただきたい。で、一方で、高速分析もしたいし高い分離性能を達成したいということがございましたら、フィールドコアカラム、バイオシェルカラムを お選びいただければと思います。こちらについては、分析種の分子量と化学的な特性に応じたポアサイズと化学収縮器のラインナップをご用意しているものになります。また本日はご紹介していないんですけれども、コアシェルタイプのペプチド分析用カラムとしまして、ポアサイズ160オムストロームのキャピラリーカラムなどもご用意がございますので、追加の情報がもしご利用であれば弊社のウェブページをご覧いただければというふうに思います。で、ご紹介した以外にも最新の情報を日々アップデートしておりますので、ぜひご参考いただければと思います。最後になりましたけれども、弊社メルクシグマアルドリッチでは、標準物質の分野でお客様のサポートを現在強化しております。こちらにつきましては、業界最大級の4万品目を超える品揃えの中から、標準物質に特化した検索ツールでお探しいただくことができます。もし本日のトピックであります、ペプチドですとかタンパクといったものの標準物質をお探しのことがございましたら、ぜひこちらの URL の方にご覧いただければというふうに思います。それでは以上のウェビナーを終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。